容姿批判っていうものが非常に多く見受けられた。日プの練習生の方たちの名前、そのまま名前打つとやっぱり検索に引っかかるからっていうので、いわゆる伏せ字というものを使って、記号と漢字、その人の、まあ、名字だったりとかをこう、まあ、使っていくっていう方法を用いて、投稿されてる方が多くて、で、まあ、その検索余計をしているからなのかあれですけれども、まあ、そこにプラスして容姿批判っていうものが、まあ、非常に多く見受けられたっていうところが現状としてあると。でかなりこれはまあ今 SNS でも話題になっているっていうところがあるので、でこの容姿批判とか、まあ、あとはその SNS を使って、まあ、誹謗中傷もそうですし、まあ、その他人に対する悪口ですねをなぜそもそも書き込むのかっていうところのお話でございまして、結論から言うとシンプルに自分の現状に満足ができていなかったりとか、その現実世界ですね、 SNS 上の世界ではなくて実生活において満足できていないことがあるだったりとか、まあ、ストレスがかかっているだったりとか、で今回のその容姿批判っていうものの、まあ、類でいくと、例えば自分の容姿に不満があるだったりとか、コンプレックスがあるだったりとか、まあ、その悩みを抱えているっていうのが考えられるのではないかっていう、まあ、これは結構心理学でよく言われてることなんですけれども、例えば、まあ、容姿が気になる人と気にならない人多分いると思うんですよ。でこの容姿に対しての気になり具合っていう、その度合いです、気になるか気にならないかっていう、0か100じゃなくてどのぐらい気になるかとか、どのぐらい気にならないかっていうところのグラデーションがあるっていうところはまあ前提にはなるんですけれども、まずやっぱり容姿ですね、アイドルカルチャーが好きな人、みんながみんな好きなわけではないんですよね。アイドルカルチャーが好きな人がいて、可愛い人、綺麗な人、かっこいい人まあその容姿がいわゆる整ってると言われてる人たちが多いですよね、そういうカルチャーには。っていうことはやっぱりそういう、まあ、容姿の綺麗な人を見たいっていう風に、まあ、心の中で思ってる人も中にはいると思うんです。まあ、もちろんそれが全てではないですし、音楽っていうところが一つ、まあ、ポイントになっているところでもあるので、全てがそうではないんですが、やっぱりどこかしらにその容姿っていうものに惹かれる面が、心理的な、なんでしょうね、状況としてあるんじゃないかなっていうところは僕一個気になってるポイントというか、まあ注目しているポイントになります。容姿にコンプレックスっていう、容姿だけじゃなくて自分に何かしらのコンプレックスを抱えてる人っていうのは、結構他者を、まあ一種攻撃するような形で自分自身を守るっていう傾向にあるなっていうのは、なんとなくですけど僕が見ていて感じる部分でもやっぱりあって、まあこれ今全部話しても僕の見解なので、100% そうですっていうわけではないんですけど、容姿が例えばまあバッチリ整っていたとしても、まあそういう他人の批判をする人が例えばいるとします。でそういう人は何がコンプレックスなのかっていうと、シンプルにこれもよくあることなんですけれども、自分が自分に対して、している評価と社会が自分に、対してしている評価ですね、自分から自分への評価と社会から自分への評価に差がある人ですね。ここでまたコンプレックスだったりとかが生まれているっていうのがあります。自分はもっとできるはずだ、もっと世の中から認められるべき人間なのに、思いのほかそれが認められていないっていうところのケースですね。だから、例えば会社でいうところの、もっと自分仕事できるし、もっと評価されるはずなのになかなか昇進できないだったりとか、能力これだけあるはずなのに全くその評価をされていないだったりとか、自分がこれぐらいやっぱりできるって自分自身に対して、まあ一種の願望も含めてですけども、これぐらいできるって思ってるのに世の中がそれを認めてくれない、認めてくれない世の中がいけないんだっていう、まあ今度思考に変わっていくっていう風になると、まあそういう高圧的な一種の、まあ、対応になってきたりとかっていうのがあります。これがだから実生活と SNS 上での、まあこの二面性みたいなところに現れてきたりするっていうケースも全然あるというところの話なので、 もちろんこの容姿にコンプレックスがある人の可能性もあるんですが、シンプルに容姿にコンプレックスがなかったとしても自分自身に何かしらのコンプレックスを抱えていたりとか、今の現状ですね、現実世界の現状の自分の評価に対して満足ができていない人っていうところは一つ大きいポイントになるんじゃないかなっていうふうに思います。それをちょっと付け足しておきたいなというふうに思って今お話ししている部分なので、自分の目指している世界だったりとか、自分の目標としているもの、自分の望んでいる世界、望んでいる自分自身の姿と現実世界の自分のギャップがある人ですね、
これが本当に大きいかなっていうふうに思います。いろんな意味で。だからそれが容姿なのか、例えば自分のキャリアなのか、仕事なのか、友達関係、友人関係なのか、人間関係なのか、家庭環境なのか、いろんなところでそういった要因があるので、どこがどうハマるかっていうのはちょっとわからないんですけれども、何かしらやっぱりそういうものがあるよね、原因となってるよねっていうところは僕の中では考えるポイントかなっていうふうに思っています。プラスアルファで、まあ、その伏せ字をしていれば、誹謗中傷とかも容姿批判とかしてもいいじゃないかとか。で、さっきのちょっとアイドルカルチャーっていうところ、これがね僕の中でやっぱり一個ポイントにもなってくるのかなって。容姿批判っていうさっきのカテゴリーの部分でいくと、やっぱりその見た目のお話ですよね。で、アイドルたる人たちはやっぱり綺麗であるべきだ、かっこよくあるべきだっていう、そのべきを自分の中で一個やっぱりそのカテゴライズして正当化することによって、容姿批判がまあ一種できる、なんでしょうね、コミュニティを探してたっていうところもあると思うんですよね。根底の中に鍵アカウントにして、まあそういう仲のいい人たちだけで、まあ愚痴を言い合うじゃないですか。まあそういうコミュニティも実際ありますしね、っていうところで、まあそういうことをしてるっていうなら、まあまだね、見えてないところでやるなら、本人に見えるところでやっちゃうのどうなのって、まあ一番思うし、まあ本来であればそういうことしない方がいいんですけど、したところで、まあさっきも言いましたけど、根本的な解決にはやっぱりならないので、まあそこがね、ちょっとしたこう気休めになったりとか、ストレスの吐け口になるんだったらね、溜めすぎてパンクしちゃうよりは、まあまあしょうがないかっていう。ただでも、やっちゃいけないよねっていうのは根本としてやっぱりあります。僕の中でもちろんそれはあるんですけども。で、まあその鍵アカウントにして投稿が見えないようにするとかではなく、伏せ字にしたら言っていいんだ。で、この伏せ字にしたからこそ言いたいことを言って、逆にその状況で注目をされたいっていう、やっぱり一種の承認欲求みたいなものがそこからも見えてくるっていう風になると、その、まあ、X、Twitter というそのコミュニティの中で自分の存在をやっぱり示していきたいんだろうなっていうところも感じるんですよね。ってことはやっぱりその立ち返っていくと、まあ、二面性の部分で現実の、まあ、現実社会、今自分が本当にいるこのリアルな世界と、その SNS の世界の中でのギャップっていうところが見えてくると、やはりまあ現実世界の中で居場所がなかったりとか、まあそういうふうに話を聞いてもらえなかったりとか、自分の抱えてる悩みだったりとかを人に打ち明けられないっていう人だからこそ、自分の声を聞いてほしいっていう思いがやっぱりどこかにあって、伏せ字にすることで自分が悪口を言う、その免罪符ですねを自分自身にまあ与えて、でアカウント自体は鍵をかけないということで、それを不特定多数の誰かに見てもらいたいという一方での承認欲求もある。だから本当に自分の不満の声を誰かに聞いてほしいっていう心の表れがめちゃめちゃ出てるんですよね、そういう伏せ字にして。まあ誹謗中傷だったりとか、まあ容姿の批判だったりとか、投稿されている内容を見ると、やっぱりどこかに不満を抱えていらっしゃるというか、鬱憤を抱えているんだなっていうのは見えてきますよね。なのでとっても心苦しいなというか、そこの本当の意味での解決にね至るためには何が必要なのかなっていうふうにやっぱり考えてしまう部分でもあるんですけども、ただそれをね一人一人に対してやれることももちろんないですし、だからこそまあそういう投稿をして、まあ目に留まった人に、まあ確かにな、まあ薄々感づいてる人もいると思うんですよね。だからまあそれで、ああやっぱそうだったなって思ってもらえるかな、どうかなと思って投稿したっていう、まあ背景があったというところでございますかね。